とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ウルボザを使っていきます。どんな感じなのか、見てください。それでは早速、行ってみましょう。はい、それでは、ウルボザ行きます。ウルボザはね、基本的に、通常5からの強攻撃。この一本で全然大丈夫なキャラクターです。もう範囲がすごいし、ガード削りもガシガシいけるので、使ってて気持ちいいね。で、ウルボザ、他のキャラクターとは違って、雷ゲージっていうのがあります。必殺技ゲージの下にあるやつね。これを、自分がね、強攻撃をした後に、もう一回 X を押すと、雷が発生するのよ。発生させると、このゲージを一定数使うっていうやつ。まあ、このゲージもね、通常攻撃をやってたり、ZR で貯めることができるので、まあ、切らさないように行きましょう。この雷攻撃がね、とにかく強い。とにかく強い。通常5からの強攻撃、その後の雷攻撃も広範囲だし、移動しながら撃てる通常2からの強攻撃の後の、雷攻撃。その2つがね、特におすすめかな。これ、通常2からの雷攻撃。もう動きながらガシガシ削っていけるので、おすすめです。で、あとは基本的には、通常5からの強攻撃。おいおいおい。嫌いだな、もう本当に。うん、通常5からの強攻撃。が一番おすすめかな。うん、ウルボザはね、ガードがあるので、ジャスガもできるので、狙いたい人は狙ってもいいですね。で、ウルボザの怒りが、まあ、ものすごく広範囲。他のキャラクターたちよりも、範囲はね、すごく広い、キャラクターです。なので、ゲージ貯めるのも、早い。ので、必殺技は、そこそこ、連発していって、OK です。すぐ溜まるしね。で、必殺技も、強力な方だね。必殺技もかなり強力なキャラクターだし、スマッシュの時に、結構周りを巻き込みながらスマッシュ打つんで、便利なキャラクターだ。うん。おいおい、まあ、こういう感じ。で、この雷が、今一発しか、打たなかったけども、ゲージがある分ずっとね、バリ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 使っていけるので、まあそこは、まあゲージの溜まり方などを見てね、やっていくといいです。もう緊急時はね、ZR で溜めていけるので、基本ガシガシ使っていっていい。チャージ、あ、チャージじゃないや、通常5からの強攻撃、そして必殺技。これはもうガシガシ使っていって大丈夫。他のキャラクターよりも溜まるのは早いんで。はし、じゃあ次、行くぞ。オッケー、半分到着。あともう一押しで終わりです。これである程度、ここの無罪やつ、おお、いけいける。もうちょっと先まで行けると思ったけどね。で、刻印だけども、今別にいい刻印は何もしてないです。草からアイテムが出るやつとかだったかな全然いらないやつ。何でもどうでもいいやつをつけてるんで、あれなんだけども、ウルボザは、まあ、他のキャラと同じく攻撃スピード。これはね、間違いなくマッチする。この雷を打つ攻撃っていうのがすごく速くなるんで、攻撃スピードは間違いない。と、もう一つね、範囲もおすすめかな。もともと範囲広いんだけども、それがさらに広がるので、雷で、かなり先の方とかね、横の方を巻き込めるようになって、便利だと思う。これもうむしろ、いやどうなんだろうな。中途半端にしない方がいいのかな。中途半端な感じでいいならば、速度2の範囲2とかでも使えると思うんだけどね。
いやー、中途半端じゃなくてやっぱり範囲4とか速度4の方がいいのかな。はい、じゃあもうちょっとかな、いきます。で、シーカーセンサー技ね、あんまり癖は、あ、いや、爆弾がね、ちょっと癖があるな。爆弾いくよ。これ爆弾。ちょっとね、爆弾の時は癖ありなので、何回か使ってるとね、慣れると思うけども、まあ癖があるっていうことをちょっと知っておいてくださいね。しゃあ、しゃあ。あと、雷なんで、この水場は強いでしょう。しゃっと。でもなんかあんまり雷打ってもそんなに恩恵感じないんだよな。もしかするとウルボザの雷はこの水場で関係ないのかな。いったいったいった食らってる。ウルボザ雷だからさ、雷攻撃あんまり効かないんじゃないと思いきや、全然普通に効くからね。全然普通。はい、こういう、なんだろう、敵の拠点とかは通常2からの強攻撃の雷攻撃、あれでもう雷打ちながら走り回るとすぐ制圧できるんで、この時ばかりはそれがおすすめかな。うん、まあ道中で敵がいっぱいいる時とかもあれでバン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 雷打ちながら行くっていうのも面白いです。まとまった時とかは通常5からの強攻撃がおすすめ。あー、もう水を打ったい。いけ、当たるか。当たったね。結構下をね、こうサッカーボールみたいにゴロって転がっていくんで当てにくい敵もいます。ああ、岩ロックか。ここ岩ロックはね、ちょっとウルボザ苦手だけども、ね、通常3からの強攻撃の後の雷攻撃かな、それで削っていけるので、岩ロックだけは通常3からの強攻撃、それがおすすめです。他はね、ちょっとゲージ削れないんで気をつけて倒してみてください。まあ基本的にウルボザは強キャラなんで使いやすいと思う。うん、まあこの雷ゲージのね、枯渇だけを注意していければものすごい強キャラです。はい、ということで今日はウルボザでした。ウルボザは他のキャラクターと違って雷ゲージがあります。雷ゲージをある程度切らさないように立ち回っていくといい感じになると思いますよ。ではまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。